高槻市立岩手小学校は、大阪府高槻市安万二市の町にある公立、小学校。高槻市の北東部の住宅地、及び北東部の山間部にかけての地域を校区とする。校区の面積は、高槻市最大を誇る。また、高槻市の公立小学校としては、学校林を保有しているただ一つの学校でもある。学校林には、安万遺跡の奥の山地が指定されている。 明治時代初期の1876年に当時の島上郡安万村に設置された小学校を起源としている。また当時の川久保村にも明治時代初期に学校が設置され、岩手小学校本校との統合、分離を繰り返した後、1931年に岩手小学校の分校となった。分校は1999年に廃止され、跡地は 地域自治会が運営する川久保交流センターとなっている。1970年代には、航区の宅地開発により、児童数が増加して、課題規模となったため、高槻市立日吉台小学校、高槻市立奥坂小学校の2小学校を分離開校させている。高槻市では2007年以降全市立、小中学校で2学期制を導入しているが、 本格導入に先立つ2005年に2学期制の研究校に指定され、市内の他校に先駆けて2学期制を試行導入した。少子高齢化の影響で生徒数は減少傾向にある。ありがとうございます。